皆さんこんにちは。俺が所長のダ・バードだ。俺が本物のダ・バード。今日はツツさんの紹介でさっきダ・バードとゴルフ行ったんですけど、帰りに茨城県古河市で有名なゴルフショップを紹介してくれるってことでやってきた。所長がゴルフショップコアダ・バードと一緒にやってきたということで、恒例のお店ゴルフショップ訪問動画を撮るぞーい。イエーイ。こんにちは。もう撮ってっていいですか？あ、大丈夫ですよ。コアーズの小野さんです。よろしくお願いします。お願いします。ここは何のお店なんですか？僕何も知らないまま来ちゃったんですけど。ここはうちのちょっと弊社でやってますので、オリジナルのドゥーカス。全部ドゥーカス？いや、全部じゃないです。でも大体ドゥーカス。そうですよ、そうですね。ドゥーカスの商品だったら、まあここに直営店なんで、まあ何でも見れますっていう感じですかね。ドゥーカスってクラブの会社だと思ったんですけど、なんかいっぱいありますね。そうですね。クラブに限らず、キャディバッグやらウェアやら。すごい。総合、シャフトも。本当だ、ドゥーカスシャフトもある。はい。あ、これ純ちゃんのヘッドと一緒だ。あ、そうそう。まあ組み立てありきなんですけど、一応ヘッドでも販売してるんで、まあ今お客さんが持っているシャフトとか入れるとか。ああ、優しい。パターの。グリップです。はい、おしゃれ。ヘッドかっこいい。これちょっと新しいやつ。モデルですね。比較的皆さんの知らないウェア。そうですね。イーブンとかに今回載せてもらったので、はい、知ってる人はいると思うんですけど。ちょっと渋めですよね。こういうのなんかミニゴルフに来る人買いそうだよね。買いそう。これ着ながら全然ゴルフがどこも突っ張らない。そうですね。ここで取れると、チャックで取れます。これもいいわ。ゆる系のやつ。でもすごくストレッチ効いてるんで。これものすごく本当だ。帽子もある。帽子もあります。ルーブリ。うちの社長がイノシシ年なんで、ちょうどそれも含めて。ゴルフしてくれる女性の方とかもいらっしゃいますね。確かに練習場とかにいたらかっこいいな。そうですね。スタイルもよく見えるんじゃないかなと思います。ストレッチも効いてるみたいな。はい、来てますね。あとはみんなで手を出し合ったりして、そういう感じでやってますけど、インパクトある。ありますか？ドゥーカスゴルフ、なんかこう競技やってそうな強さがある。うまそう。これ1個おいくらくらいするんですか？そちらはヘッドカバーが付いてなければ1本5万円。あ、じゃあそれなりですね。レーザーですもんね。そうですね。ついちゃいますと6万9千円。おお。でも買い得ですね。でもでっかいバッグが入るための大きなトラベルカバーを作ったそう。いつか黒くないトラベルカバー。赤あるんですか？赤いいんじゃないですか？目立っていいし。すごいよ、有名人の色にプロとか書いてある。キャディバッグの続きですけど。でかっ。これなんかはリローデッドっていうシリーズのキャディバッグなんですけど、リローデッドってドゥーカスの取扱店さんあるんですけど、その中でもまたさらに絞られたお店にしか置いてないんですよ。これキャディバッグの、いや、もともとはクラブがあります。はい。じゃクラブでもリローテッドっていうのがある。シリーズありますね。はい。このリローテッドのヘッドカバー、裏がモコモコになってる。これでっか。ドライバー。かっこよくないですか？かっこいい。強い。冬のね、ミトンにもなっちゃう。なりますね。クラブ握って打ちたいこれ。すごい。さっき聞いたんですけど、この原健って書いてある、原健って書いてある、原健さんがオーナーの方らしいです。原健太郎さん。はい、そうですね。ペットボトル、ボトルが入るように作られてますね。若干アイアンマンっぽい、かっこいい、アメコミっぽい。シダゾーンは何ですか？ただ指導するそうです。まあ、あとは一応フィッティングもしてますね。計測器とかもある。はい、あります。はい。ここのシダマシンでシダできるということで、人間シダマシンのダバートさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジューカスが飛ぶイメージあります。あります。そういうことじゃないですか。飛ぶイメージのが一番強いと思います。あ、いいですか。はいはい。じゃあ飛ぶよね。飛ぶよね。してるの。アイオーボールドゥーカス。あ、そうなんですか。ドゥーカスってボールもあるんですか。ボールもあるんです。当たり前じゃないですか。でもヘタッピゴルフ研究所で参加した人に景品で協賛品にもらったりするバイク広めたりさせてもらった。ヘタッピの人だったらみんなドゥーカス。もちろんもちろんもちろん。測定器としては辛め。辛めだと思います。でもさっきコースで300ヤード飛ばしてきたからね、ダバードさんね。すごいですね。辛いんだったらまあ220ぐらいになっちゃうかな。自信失ってる。めっちゃ光った。もうちょっと。まあだって今ウォームアップだから。そうそうそう。でここからウォームアップ終わったんで。そうです。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。230ヤードです。ヒットスピードが落ちてるからね。落ちてますね。はい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 。全然ダバードでダメじゃないか。いや、そうなんですよ。お、なんかショットの気配が。全然じゃないか。お、これいいんじゃないですか。あ、めっちゃ飛んでる、めっちゃ飛んでる。250ヤード。お、やった。お、すごいすごい。やった。ダバードだ。そうかな、負けた。柔らかい。ね。時間が。当たってる感じがしないですよ、ボールが。本当感触は意外に見た目の割には、はい、まっすぐいくんじゃないですか、シューンって。そうですね。球を感じない。面白い。独特っすね。そうですか。いや、僕のやつより柔らかいです。初めて打つ手で。そうですね。初めてってどんなもんかな、これは。そもそも40しかない。そうなんですよ。緑図重視でいったんで、こんなもんでしょう。まあまあまあ、軽く振ってね、250だから、まあ相当これポテンシャル高いと思いますよ。確かに。当たれば飛ぶって感じだね。飛べば当たる。当たりに行っても250ヤードみたいな。大変いいと思います。おとなしいですよね、なんか打感というか、なんかパキンとかね、パシって言わないからさ、そうそう、なんか。一見飛んでない風なんだけど、球見たらめっちゃ飛んでるみたいな感じですよ。こうそ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 う、ふわっとしておとなしい。でもやっぱね、おとなしい性格の良い子が好きなんだ。吸い付く感じ。そう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 。あんまバキンバキンっていうやつよりか、こういうなんかおとなしいのが好きな子はいいんじゃないでしょうか。ということで、ゴルフショップコアーズ、古河市ですよね。ここそうです、古河市です。はい、茨城県古河市にあるゴルフショップコアーズにやってきたんですけども、小野さん、ここはなかなか楽しくていいとこじゃないですか。ありがとうございます。どんなゴルファーが来るんですか。そうですね。まあ本当にゴルフ大好きな人が特に多いと思います。はい。この辺も全国から。そうですね。まあ地元の人も多いですけども、遠くから来る人も多いです。はい。ゴルフ場とか、まあ古河ゴルフリンクスでもいいし、茨城周辺行った帰りにはもう霞ヶ浦のところの帰りでも寄れますよね。まあちょっと遠いですけども、まあ、あっちの方のメンバーさんとかも東京に帰る人とかもこちらの方に寄って帰る方もいらっしゃいます、はい。最寄りのインターは最寄りのインターはいっぱいあるんですけども、一番近いところだと五華インター。五華？ああ、と東北道ですと館林インター。館林、五華が館林に降りて、あと久喜、あ、そうですね、久喜もそうですね。ちょっといろいろ五華、館林、久喜、はい、まあその辺が一番近いかな。そこから寄ってドゥーカスを試してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。お待ちしてます。よろしくお願いします。